カツタニ大治は、日本のカトリック教会の聖職者で、カトリック、札幌市教区司教、日本カトリック正義と平和協議会責任司教。先例名は、ベルナルド。1955年12月2日、北海道室蘭市に生まれる。1974年に、北海道室蘭境高等学校を卒業し、1979年に、専修大学文学部で、 心理学の学位を取得。1985年に上智大学で進学を収め、1986年4月29日に司祭除会。2013年6月22日にカトリック札幌教区主教に任命され、同年10月14日に富士女子大学行動で岡田武雄大司教の出資式で中日教校長大使のジョセフチノット広塚サ教、 全教区長地主都市を司教当然国の現役司教と被災62名の共同指揮により司教に除外された。2015年3月には、おしどりまこと、飯舘村住民の福島第一原発事故に関する手紙をアドリミナの折に教皇フランシスコに届けている。日本カトリック正義と平和協議会カトリック、中央協議会 AB 札幌教区に新司教。 任命2013年6月24日、カトリック中央協議会 AB ライナンス、イーノミネ、22.06、2013札幌地区、頼りともに第47号原発事故についての、ローマ教皇からの手紙。ありがとうございます。